日本鹿児島県鹿児島市花尾町花尾町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国日置郡郡山郷厚寺村、日置郡郡山村、大あ厚寺、日置郡郡山町、大和厚寺。郵便番号は891-1101。人口は816人、世帯数は442世帯。薩摩日光とも呼ばれる、花尾神社や、古くから、 山岳信仰の対象となっている花尾山がある。江戸時代には、薩摩藩首都津市と縁の深い大乗院の自社寮であり、区役免除の特権が与えられた。2004年の市町村合併の際に、厚木から花尾町に名称を変更している。鹿児島市北西部に位置しており、花、尾山、八重山に連なる山岳地帯に囲まれた盆地にある。町域内を、花、 小山を源流とする光月川、支流川田川が流れる。川田川と宮脇川流域に水田が開けており、その付近に集落が点在している。集落は、北から岩戸、太平、花尾、宮脇、大下、丸山がある。南端の集落には、鹿児島市立花尾小学校、花尾保育所、花尾館郵便局、花尾神社が所在している。 町域の北方には、愛良市鴨モオ町白男、薩摩仙台市入木町浦野名、南方には、鹿児島市エウ町、道市東又町、東方には、鹿児島市本名町、西方には、鹿児島市郡山町がそれぞれ接している。町域の中央を、愛良市鴨モ地域と、小山田町を結ぶ鹿児島県道211号、小山田川田鴨モ線が、 南北に通っており、西方には、出水市から、薩摩町を経て、鹿児島市を結ぶ、国道328号が通っている。町域の東部にそびえる花尾山は、標高540メートルの山であり、本名町との境界上に位置する。山頂には、熊野権現が祀られている。花尾山は、光月川、支流川田川の源流ともなっている。古くより、 山岳信仰の対象とされており、かつては、主験者の行場も存在していたという。花、小山の名称の由来について、花尾権現中演技では、以下のように記述されていると、郡山郷土史に記載されている。花尾学は、殺衆万海月里支雄の鉱山の名なり、この山の絶頂に本と熊野権現鎮座したマフが、ゆえに、 修練の物春の祭りに、のつつじ、山つつじなどのちくさの花を織り教師蹴り、元より絶頂南北の峰に花を多く、山上三下にも花を多ければ花尾の名を呼ぶなり、花尾権現中縁義江戸時代後期に編纂された三国名小図絵に、掲載されている花火大権現者厚字という地名は、鎌倉清織見え、薩摩国水井のうちであった。中世には、厚字は、 東又名のうちであったとされる。三国名小杖でも花尾神社は東又村に置かれていると記載されているなど、東又との結びつきが強かったという。古くは大倉氏が治めていた。大倉氏が上級の乱で没落し、大隅の豪族である最初氏が治めることとなり、その後島津氏の支配下となった。憲法六年に島津家初代当主。 島津忠久が母である丹波局を祀るため厚地の地に、花尾神社を創建し、厚地と東又は花尾神社と花尾神社の別当院、平等院に寄進された。第十五代藩主、島津隆久の時代に、新言州鹿児島大乗院の支配下となり、同院の領地となった。厚地は、厚地とも書か,かれ、花尾権現中演技によると、 花尾山及びそのふもとの地名として呼ばれており、資料として残っているものとしては、花尾神社創建時に建納された鏡に、厚地と記されているものが所見とされている。一行胸の隠れ念仏堂江戸時代の大成果では、薩摩国日置郡郡山里のうちであった。江戸時代の前期から中期にかけて、東又村から分村し、厚地村として設置されたとされる。 三州五地西洋欄によると、遠京以前に分尊したと記載されている。村高は、休校休業取調部町では八百九十五国、あまり、郡山郷土市によると、明治初年は八百九十七国あまりであったとある。江戸時代の厚地村は、郡山里のうちであったが、大乗院の支配下に置かれ、七百十二年には、副小寺領であった谷山群薄木村と同様に、 大乗院寮である、厚地村に対しても、区役免除の特権が与えられた。江戸時代の薩摩藩は一向胸の信仰を禁じていたが、厚地の信者は、隠れ念仏堂を建設し、密かに念仏業を行っていたとされる。郡山郷土市によると、明治15年頃の村落別市人口では、厚地村は、村落の個数に対する武士の比率が、 極めて低いとされているが、厚地村は自社料であり、鮭が勢力を持っていたのではないかと推測している。鹿児島県知事に掲載されている同年頃の人口は1268人であった。明治5年に大工小区制が交付され、これに伴い氷山里の区域が第21大区となり厚地村は第3小区となった。1878年には、 軍区町村編成法が施行され、日置軍の管轄下となり、厚地にも、古町役場が設置された。1889年には、町村制が施行されたのに伴い、それまで郡山里を構成していた、厚地村、東又村、川田村、油月村、郡山村、西又村の6村を合併し、郡山村が自治体として発足した。 これに伴い、それまでの厚地村は、郡山村の大技、厚地となった。明治初期に厚地に小学校が設置されたが、1892年に東又間以下小学校と合併し、大技厚地、大技川田、大技東又を学区とする、港方尋常小学校が3大技のほぼ中央部に設置された。対象に入り、 南方小学校は、生徒数が増加したため、校舎の増築化敷地の移転を検討する必要が生じた。この際に移転候補地として、湯屋原地区が挙げられたが、通学距離が遠くなる、大和厚辻の北部の岩と、那須田の集落が移転の反対に強力に反対し、その結果、公民大会では多様な案が出され、収集がつかななくなったと。 鹿児島朝日新聞で報道された。また、分立の案も提案され、これに反対する生徒による、同盟休校が発生した。その後南方と花尾の二校分離案派と、南方一校維持増設案派が学区外の村議会議員を巻き込んだ形で対立を極め、1917年に、府警会において投票が行われ一校維持増築案派が多数となり、 一項維持増築案派が郡山村長に実行を求めたがこれの処理に急して辞表を提出するに至った。これに伴って助役が臨時損壊で本件の可費を取ったところ、二項分立派が多数となったが、以降も両派の対立が激化していき、一項維持増設案派が多くを占める大技東又が、 郡山村から分離して隣接する、石木村への編入することを、鹿児島県に申請する事態にまで発展したが、県からは却下された。最終的には、村の有力者であり村会議員であった、成吉お野の説得により日光分離とすることになった。1920年に当時東又に設置されていた、港方神城小学校より分離され、 花尾神城小学校として新設された。1922年には花尾神城小学校に高等科を併設し花尾高等神城小学校となった。その後1941年に国民学校令が施行され、花尾神城小学校は国民学校となり、第二次世界大戦終戦後1947年の学校教育法の施行により花尾国民学校を 群山村立花尾小学校と改めた。1927年に、石木村、小山田の塚田から厚地までの道路が開通し、乗り合い自動車の路線が伏設されるなど、交通の便が向上した。1956年群山村が、下井住院村の一部を編入すると同時に、調整施行士郡山町となり、郡山町の大技となった。2002年4月23日に、 地内にある花尾神社の本殿が、鹿児島県の指定有形文化財に指定された。2004年11月1日に、郡山町が、吉田町、松本町、木入町、桜島町とともに、鹿児島市に編入された。合併に際して設置された、法定合併協議会である、鹿児島地区合併協議会における協議によって、郡山町の区域の大技については、 字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である、町の区域の設定及び、字の廃止が、 鹿児島健康法に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技厚地は廃止され、大技厚地の全域をもって新たに、鹿児島市の町、花尾町が設置された。鹿児島市指定の文化財は、以下の通りである。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市立花尾小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。一部番地は小学校区が未設定となっているため、問い合わせが必要である。入木峠1927年頃に、現在の県道211号、小山田川田加茂線の一部となる厚地から、石木村、小山田塚田までの道路が開通した。この路線を利用し、 鹿児島市と厚地を結ぶ営業免許を、馬場自動車が取得。厚地から、乗り合い自動車の定期便が運行されるようになったが、第二次世界大戦による、ガソリン不足により廃業に追い込まれた。第二次世界大戦後の1947年には、石木村、小山田の塚田から花尾を経て、宮野城線宮野城駅に至る、路線、1951年には花尾から加茂に至る。 国鉄バスの路線が開設された。昭和40年代より国道328号の入域峠付近の改良工事が着手され、1980年に厚地工区が竣工1990年には国道328号の入域峠の峠大橋が都販車線を含めた3車線で開通し、郡山地区の国道328号の改良が、 完了した。ありがとうございます。